さあ皆さん、滋賀大学へ行ってみたいと思います。本日は皆さん、和訳でございます。3問ありますが、頑張っていきましょう。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、注釈が2箇所ついてましてですね。こちら、フェルマーの最終定理。そして、これ、解明ですね。ちょっと皆さん、それを意識しながら、下線部1番の和訳をお願いいたします。さあ皆さん、下線部1番行ってみたいと思います。皆さん、模範解答を上に書いておりますので、皆さん、これを見ながらですね、下構造分析行ってみたいと思います。皆さん、まず出だしが、as it turned out ということで、皆さん、もちろん、このあたりは熟語の知識でよろしいかと思いますが、皆さん、結局ということですね。ですから、結局、点々点。で、the claim was a little premature ということで、皆さん SV。で、皆さんもちろん B 動詞がありますので、右側保護でよろしいかと思います。で、皆さん、claim は皆さんもちろん主張。これですね。その主張は。で、little premature ということで、皆さんこれは多分ご存知かと思いますが、mature、成熟。それがプレですから前ですよね。ですから皆さん、成熟している前の段階ということで、皆さん少し早いことでございます。ですから少し時期尚早であった、みたいな感じでいいかと思います。ですので、結局その主張は少し時期尚早であったということですね。そして、じゃコロンがございますので、皆さん、コロンは皆さん、まあ、訳すんだったら、つまり、みたいな感じでもよろしいかと思いますし、まあ、訳しませんというんだったら、それで全然問題ないですからね。そして、皆さん、while's 200 pages of mathematics ということで、皆さん、前置詞プラス名詞は全体で M ですからね。そして、contained 含んだよ、何よ、ということですから、他動詞。ですので、アンエラーが目的語でバッチリです。となってくると、皆さん、コンテインドの左側、これが主語ですね。そして、皆さん、あとは皆さん、ざっと点点点なんですが、皆さん、ざっとの右側ですね。やっぱり皆さん、テイク、他動詞。で、リトルホワイル、目的語。で、皆さん、もちろん、ざっとの右側に、いきなり動詞が来ておりますので、主語ないなぁ、ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ざっとの右側に主語がない。こういう状況になっていると、このざっとは関係代名詞。ですから、皆さん、左側ですよね。そのエラーという名詞にかけていただけるとよろしいかと思います。こうですね。ですから、ざっと点点点、このあたりですね。このあたりをエラーにかけるという感じでよろしいかと思います。ですから、little while to fix ということで皆さん、修正する。もしくは手直しをするのに、little while 少し時間がかかるんですね。で、少し時間がかかったエラー、過ちを含んでおりましたということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん何が含んでたんですかって言うと皆さん、この whiles なんですが、試験中ですね、読めません。という可能性もありますので、ですから読めないんで言ったら、まずこんな感じですよね。まあ、綴りそのまんま、写していただけるとよろしいかと思います。ですので、皆さん、その、whiles の、200 pages of mathematics ということですが、200ページに及ぶ mathematics。まあ、もちろん一瞬ちょっと数学かなと思うんですが、皆さん、誤りを含んでいる、ということがわかりますので、ですから、学問としての多分数学ではないんじゃないかなというところです。そうなってくると皆さん、これですよね。数学でなければ、こっちの方ですかね、計算という方がよろしいかと思います。こうですね。ですから、whiles の200ページにも及ぶ数学じゃなくて計算ですよね。で、計算は、含んでましたよ。どんなっていうと、この緑のところです。というか、little while to fix。修正するのに、見直すのに少し時間がかかった過ちを含んでおりましたということでよろしいかと思います。で、そこで問題解答、このあたりですかね。200ページの計算は、手直しをするのに少し時間がかかる誤りを含んでましたということです。
で、さ、最後は、but のところですかね。but two years later。これは時間に関する語句でございますので、括弧して m としておきます。で、the proof was secure ということで、皆さんもちろん B 動詞がありますので、前後は SVC ということでよろしいかと思います。こうですね。で、しかし2年後、その証明ですね。それはセキュア、確実なものとなりましたということですね。ですので、皆さん日本語で言うとこのあたりに当たりますかね。2年後、その証明は確実なものだったというふうな感じで訳出していただけるとよろしいかと思います。これで皆さん、ご自身の和訳と見比べてくださいね。サミさん、続いて第2段落でございます。皆さん、注釈またありましてですね、孤立、神話、慣れさせる、で、手に入れにくいということですね。皆さん、それ踏まえながら、下線部2番の和訳をお願いいたします。サミさん、下線部2番でございます。では、いきますね。出だしでございますが、for seven years ということで、皆さん、前置詞プラス名詞は全体で M ということでよろしいかと思います。そして皆さん、before the Cambridge lecture ということで、皆さん、これも前置詞プラス名詞ですから、全体で M ですよね。で、その後、he had worked in near isolation ということで、皆さん、SV。そして皆さん、やっぱり前置詞プラス名詞ですので、このあたりは全体で M ということでよろしいかと思います。で、皆さん、おそらく大丈夫かと思うんですが、皆さん、ワークは自動詞でございますので、ですから、皆さん、文型はここで完結してますからね。文型終了ということでよろしいかと思います。で、皆さん、その文型が終了すれば、皆さん、後ろは何が書いてあっても M でございます。で、皆さん、M ということは、皆さん、思い出してほしいのはこれですよね。品詞で言うと、副詞ということでよろしかったかと思います。で、皆さん、ここにあえて書いたのは、一つ皆さん、理由がございますが、皆さん、このディボーティングの ING ですよね。気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、副詞の1で ING があれば、皆さん名前がついてましたよね。皆さんもちろん、分子構文ということでよろしかったかと思います。これですよね。副詞としての働きを持っている ING を分子構文と呼びました。ということですね。で、皆さんこのオレンジのところまででちょっと確認いたしますが、for seven years before the Cambridge lecture ということです。ですから皆さん、ケンブリッジ、もしくはケンブリッジ大学ですね、の講義、もしくは講演の前の7年間ですね。で、彼は、ハードワークとインニアアイソレーションということです。で、これも直訳すると、皆さん、孤立に近い状態でということですね。ですから、孤立に近い状態、ということは、皆さん、このあたりですかね、ほぼ孤立した状態で、みたいな感じでいいかと思います。で、そのほぼ孤立した状態でワークとですから研究しておりましたということです。ですから皆さん、もう赤いところ、上のところですかね、このオレンジのところを参考なさっていただけるとよろしいかと思います。こうですね。そして皆さん、ディボーティングの後ろですが、皆さん、もちろんディボーとは、捧げたよ、何を、ということですから、他動詞。で、皆さん、ヒムセルフ、自分自身ですね、それを捧げました。で、皆さん、シングルマインディットリーは、皆さん、ly ついておりますので、副詞。副詞でございますので、括弧して m としておきますね。あと皆さん、to the 点点点、前置詞プラス名詞でございますので、ここも大きく括弧して m という感じでよろしいかと思います。こうですね。あと皆さん、underline the theorem ということで、皆さん、underline もですね、根底ですよね。基礎を置くということでございますので、皆さん、他動詞。で、the theorem、目的語でバッチリですね。ただし皆さん、マセマティクス左側に名詞があって、そして皆さん、ここに ing がおりますので、皆さん、おそらく大丈夫かと思いますが、underlying the theorem。これ皆さん、左側のここですよね。マセマティクスにかけて、和訳できるとよろしいかと思います。こんな感じですね。じゃあ皆さん、この青色のところと緑色のところ、ちょっと皆さん、これを、このですね、この後見ながら、見ていただけるとよろしいかと思います。
で、とにかく皆さん、研究をし、そしてディボーティングヒムセルフシングルマインディットリーですから、自分自身の人生ですね、自分の身を、シングルマインディットリーですから、まあ、直訳すると、まあ、一人でという感じですかね、単独で、捧げましたということです。で、何に捧げたんですかっていうと、皆さん後ろからかかりますので、このあたりが最初かと思います。その定義のアンダーライング根底にある計算なんですが、こっちから説明絡んでますね。深くて、そして複雑な計算に、捧げましたということでよろしいかと思います。ですので、皆さん問回答、このあたりを見ながら、ご自身の回答を見比べていただけるとよろしいかと思います。セミさん、最終第3段落でございます。皆さん、注釈、好奇心をそそるというのがありますので、それを皆さん踏まえながらですね、下線部3番、和訳よろしくお願いいたします。セミさん、下線部3番でございます。A second reason is that 点点点ですね。で、皆さん、一番出だしが名詞でございますので、主語。で、皆さん、B 動詞がございますので、皆さん、後ろは保護ということでよろしいかと思います。こうですね。で、皆さん、ざっと説がですね、皆さん、あとは、皆さん、ピリオドのところまで、どんどんついていくという感じでよろしいかと思います。ですから、大きくこういう感じでくっときますね。ですから、皆さん、二つ目の理由は、ざっと説ですよということです。で、皆さん、そのざっと説の中でですね、オールゾー、ウニャウニャンタガーということでよろしいかと思います。で、the eventual proof of 点点点ですね。で、皆さん、もちろん前置詞プラス名詞のところは、先に皆さん M というところで囲っておくと分かりやすくなるかと思います。そして皆さん、was free understood ということで、皆さん、be 動詞がありますが、皆さん、free も副詞ですので、M。で、B 動詞の右側、保護ですから、アンダーステッド保護ということでよろしいかと思います。そして、皆さん、さらに右側は、by点点点、前置詞プラス名詞。で、in the world も前置詞プラス名詞でございます。ですから、皆さん、この青色の was の主語は、残ったところでございますので、the eventual proof が主語ということですね。こういう感じでバッチリです。で、皆さん、さらに一番先頭、最後ですかね。The theorem itself is easily stated ということで、それが皆さん、B 動詞ございますので、S, V, C ということでよろしいかと思います。皆さん、骨格は大体こんな感じですよね。で、皆さん、一応うまいこといけるかどうかやってみますが、まず二つ目の理由はこんな感じですね。で、青色のところですかね。皆さん、フェルマーの最終定理のイベンチュアルプルーフ。直訳すると皆さん、最終的な証明ということなんですが、この、最終定理と最終的なという表現が2回同じ表現使ってしまいますので、ですから皆さん、ちょっとくどいなと思うんだったら、まあ、なくってもいいのかなという感じはいたします。こうですね。ですから、フェルマーの最終定理の証明がってことですね。で、もちろん十分に理解されるんですが、じゃあどんな数ですかって言われたらこれですね。世界で。で、皆さん、ノーモアザンはイコールオンリーということでよろしかったかと思います。で、それに皆さん、パーアップス、おそらくという表現がくっついてるんですね。ですから、世界でおそらく、まあ、わずか20人ほどですよね。ノーモアザン、20 people。わずか20人ほどにしか、フリーアンダーステッド、十分に理解されてませんよ。で、理解されていないんです。オルゾが、という感じで繋げていただけるといいかと思います。で、理解されていないんですが、あとは緑のところですね。その定理そのものは簡単にステイティと述べられる、言及される。という風に皆さん繋げていただけますとバッチリかと思います。さあさあお疲れ様でございました。滋賀大学の和訳3問扱いましたが、皆さんこれですよね。もちろん滋賀大学に限ったことではないんですが、やっぱり S, V, O, C, M ですね。これをしっかり確認するところ、そこから皆さん丁寧に直訳ができれば、十分合格点取れるかと思います。で、皆さんもちろん丁寧にというのは、皆さんこれですよね。右側から左側、こんな感じですよね。
ですから我々が読んでる英文はどうしてもこう左側からこうやって読んでいくので、この順番で、まあ、頭の中では訳すかもしれませんが、実際に和訳に書き起こすときには右側から左側、こういう感じになってることが多いので、そういう感じで皆さん普段から頑張っていただけるとよろしいかと思います。でまずもちろんこのヤナッチとスタディもこういう和訳の授業どんどんやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。